めっちゃ流行ったよな。なくなってる。まつげパーマ月1回、うん、かな。月2回か月1回。前髪は自分で切ってるけど、美容院に行くタイミングと前髪がちょっと長いのがかぶればいつも切ってもらってるよ。7年くらい同じ前髪してんの、おもろない？なんかシースルーにした時期もあったんやけど、全部パッツンでとかもあったんやけど、結局これに戻ってくる。月2回、そう、月2回行くけど、今はステージに立ってないからあんまり行ってない。あんまり、新しい生写真でシャインマスカットを頬張ってるねやって。出た、詳細。新しい、明日からもしや発売。このさ、携帯で見れるんかな。そう、見てね。つんちゃんは昔前髪は絶対自分で切るって言ってた。そう、自分で切るけど、今の美容院の人はめっちゃ分かってくれてるから、行った時は切ってもらう。あ、武道館の生写真ゲットした、ありがとう。あれすごい写り良かったね。なんかちょっと温かみ強いけど、最近ちょっと温かみ強いよな写真。なんでも可愛いねんけど 衣装とヘアメイクが良ければ何でも可愛いけれど。いや、明日明後日楽しみやな そればっかり言ってるよな こっちが楽しみにしすぎじゃない？普通に考えて。ね、温かみ強いよな。なんか宣材写真、アーシャも温かみ強いなーってめっちゃ思ってた。明日朝起きれなさそう めっちゃわかる。お腹鳴ってる、めっちゃさっきから。ドボン3周年イベント、すんちゃん出れるかな。出られない気がするよ ドボンに特化してない私 ゲーム系すごい苦手やねん あ、ハートいっぱいありがとう。ドボンね。こんばんは。飲み込むタイミングでピースしてもらった。ありがとうギフト。ズンちゃんとドボンで出会ってみたい。ズンちゃんドボンするわ。じゃあドボン
多分プレイするね。お腹鳴った。お腹鳴っちゃった。こんばんは。あかん、目薬めっちゃ打たのもすぐ目乾燥してくる。どういうつもり？ジョイサウンドと AKB がコラボするね。なんかさ、ジョイサウンドってどこ？カラオケ屋さんの名前ってこと？なんかあんまりカラオケについて分かってなくて、あれ飲みに行きたい。あのコラボジュースみたいな。全員分飲みたいけど無理か、さすがに。そう、あ、うん、あ、機種なんや、あれやっぱメーカー直営店なんだって。ドリンクの名前が面白いなんかさ、可愛いよな。てかあのペアも可愛いよな。ペア決めた人誰あれ、超すごいやん。わ、なんかいっぱいギフトありがとうこんばんは。東京にあるん、直営店みたいなのは。カラオケで何歌う？ AKB ばっかかな。 AKB しか歌える曲ないあんまりないな、カラオケで歌う曲。昔の歌とか結構好きやから、それも歌う。店舗詳細載ってた、見とく。ごめん。こんばんは。あれさ、飲んだらもらえんの？何だっけ、カード。今日の負けるし、バリいい女ありがとう。髪伸びたから巻いたら大人っぽく見えるね。いい、いい感じ。優しい、みんなほんまにありがとう。なんか元気出るわ。元気あるけど1枚もらえんねん。え、めっちゃいいやん、めっちゃお得やん。ランダム、いやランダムよな、分かってるよ。何年 AKB のファンしてきたと思ってる。青みピンクメイクいい、黒髪に。嬉しい、ピンク色好きやからピンクメイクばっかりしてる。なんかあれ分からんけど、パーソナルカラーみたいなけどピンク色が好きやからピンクメイクばっかしてる。こんばんは。あ、ありがとうギフト。そう、合ってないと言われても、ま、ピンクのメイク、ピンクのリップ塗っちゃうよね。最近はこのリリミューのクラシカルプラも愛用して、そこにこのクラランスの真っピンクを塗ってます。すごいリップの色、ごめん。04番、
を塗ってます。そしたら究極に青みピンク女になれる。そう、青みピンクが好きで、リップを塗れたら足を描く。確かに冬っぽいね。わかる。でもなんかオレンジメイクで、オレンジ色のメイクでなんかおしゃれな女の子とかもめっちゃいい、憧れる。ブルベ説めっちゃ言われる。ブルベって言われるけど、あ、わかんないですって言って、ブルベつゆって言ってる。家別ゆかブルベつゆっていう、いつも家別ゆかなって言ったり。ピンクメイクいいよ、かわいいよね。握手会楽しみやな。でもなんかアイドル7年してきて、あんまりメイクがどうこうとか髪色どうこうとか髪の毛がどうこうって言われたことがないって、すごく恵まれた環境にいさせてもらってるよね。みんなが優しくて気を使ってくれているのか、言ってくれる、何でも可愛いよって、そう言ってくれるから、なんて優しいのとか思うし、あとなんかどんな、なんか何が好きみたいな、ショーとかロングかとかボブとか全部好きやけどってまず言ってくれるから、なんて優しい人なのっていう人が多いね。別にそう言ってほしいとかも全然あれやから、縛られへんといてほしいねんけど、いつも言ってくれるからすごいやん。全部好きやけどって絶対言ってくれる。またお腹鳴った。どんだけお腹鳴るの今日。全部好き。ごめん、首かいて。ずんちゃんという人間が好き。こんな恵まれた環境でアイドルできて幸せやわ。ありがとう。なんかもっとお返しするね。もっともっとお返しさせてね。でもなんかほんのり聞いた話でまた嬉しい報告ができるかもみたいなことがあるけど、全然ほんのりやからあんまわからん。そう、だからないかもしれへんし、あるかもしれん。私はじっと待つだけ。こんばんは、こんばんは。終わる10分前くらいに結構こんばんはって来てくれてる。こんばんは。終わった誰かの配信。来てくれてる。昨日ね、なんかヘビーローテーションの MV 久々に見て感動してた。お家でなんか携帯見て寝る前かな、なんか
エモいものに浸りたくなって、ちょっとヘビロテの MV でも見るかみたいになって見た。そしたら最近の曲までずっとたどり着いた。めーちゃ見てたらヘビーローテーションの MV 懐かしくない？なんかね、うわ可愛いこの MV って思いながら見てたね。もう何億回見たことか、一人で何百回再生回数稼いだっていうくらい見てた。懐かしいよね。そう懐かしい。またお腹鳴った。そう再生回数めっちゃ増やしてる AKB の。定期的に MV 見たりとか、カラオケで AKB 歌ったりとか、 AKB に貢献してるからね、任せてAKB にいても AKB に貢献するっていう。楽しみやな。お腹鳴ってるって。目薬どこ行った？唐突に気持ち悪すぎ、ごめん。なんかしたくなった。たまにしたくなんねえな、こうやって変すぎ、勘弁してよね、本当に。覚え方ある？え、なんやろう。もうひたすら毎日練習した。これだけは最初のレッスンの時とか全くできひんくて、もうなんかマイクの前でこうしてて、けどやっぱ AKB やからできなあかんと思ってめっちゃ練習した普段から寝る前とか何回も出会ってた。なんかさ、めっちゃさバタバタしてたけど、武道館コンサートのリハなくなったらなくなったで寂しいね。これがやみつきってこと AKB に。ずんちゃんのお口好きですよって、嬉しい。どんなお口？なんかこれ好きって言ってくれる人多いかも。ん？誰やろ？でも写真の時さあんまり歯見せて笑うことないよね。口閉じてる方が可愛くない？これ、この顔好きって言ってくださる方が多くてめっちゃ嬉しいから、よくお話し会とか
あの対面お話し会っていうのかな時に、そう彼かでもちょっとこれするときに口がにちゃっていうかちょっと気まずいは見せてるのも好き。一時期めっちゃしてなかった。してた。ごめんね。一時期歯めっちゃ見せてたわ人に。あんまりなくなってきたけど。歯見せて笑うことないねって言われて確かにって思った。なんか歌って踊ってる時はあんねんけど、なんか写真の時とかこの口かこうじゃなくてここに線が入ってるのがいいって。言ってくださる方が多くて嬉しい。歯並び綺麗嬉しい。歯ちょっとちっちゃくない？そんなこともない。歯綺麗。なんかチャームポイントにしようかな。歯が版画みたいに綺麗ですって。お母さんからもらったいい遺伝、お父さんお母さんにもらった。黒髪かわいい？じゃあ黒髪にし続けよう。この口や。カレー？嬉しい。なんか可愛いって言ってくれんの急に怒ってありがとうね。口のこういうの可愛いとか、まつげパチパチで可愛いとか、なんか腹立ってきて嬉しすぎてありがとう。ということで19時になりましたなったので順位発表します。13位フジヤンさん、おおきに。12位グワシさん、おおきに。11位フスクサットマークズンチャンズさん、おおきに。10位レイちゃん、おおきに。9位ズホーさん、おおきに。8位アップさん、おおきに。お腹鳴った。7位シューちゃん、おおきに。6位カズくん、おおきに。5位マルさん、おおきに。4位なんて読むやろ、ソウマコタロウさんかな、おおきに。間違ってた言って今。3位マロさん、おおきに。2位ナッツンさん、おおきに。そして1位はゆちゃんです、おおきに。毎度おおきに。ゆちゃん1位おめでとうございます。ゆちゃんおめでとう、おめでとう。そしてたくさんのギフトもありがとう、投げてくれてるの見えてたよ。そしてたくさんのコメントやこのキラキライルミネーションもありがとう。あ、相馬小太郎、あ、出た、ありがとう。配信ありがとう。また配信するね。そして明日明後日
握手会来てくださる方はよろしくお願いします。来られない方は写真撮るから待っててね。じゃあまた配信するね。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。